ありがとうございます。ただいまより英霊に捧げる沖縄防衛の誓い、沖縄県祖国復帰52周年靖国集会、伝えよう祖国復帰の歴史、引き継ごうその志を開催いたします。まずはじめに国歌斉唱を行います。ご起立の上、国旗にご斉唱ください。伴奏に合わせて斉唱をお願いします。日本だった。一度
海の光が、ああ僕らを沖縄で、沖縄で包むように守ってくれたから、ちょうどご登場いただけました。では
よろしくお願いいたします。本日増加保守の会の皆様による映画めぐみへの誓いの上映会のため、こちらの靖国集会参加できずとても残念なんですが、心は皆様と共にこれからも、沖縄県祖国復帰50周年メモリアルソングとしてできた私の美ら海大切に歌っていこうと思っております。そしてこの沖縄県祖国復帰52周年記念靖国集会のご盛会をお祈りして、ミュージックビデオ私の美ら海を聴いていただこうかと思います。本当に沖縄県祖国復帰52周年おめでとうございます。望月よしえでした。
おじゅうさん、ありがとうございました。敗戦により分断統治された日本民族がわずか27年で再統一を果たした人類史上まれに見る快挙です。沖縄県民の熱い日本人としての矜持と全国からの絶大な支持により勝ち取った沖縄県祖国復帰は世界に誇る快挙であり、後世に伝えていくべき日本民族の歴史です。本日は多くの皆様と共に靖国の地でその52周年記念集会を開催できることを大変嬉しく思います。申し遅れましたが、私本日の司会を仰せつかりました荒木志保と申します。本日の集会が有意義なものとなりますように最善を尽くしてまいりますので、どうか最後までよろしくお願いいたします。ここでご来賓の方々よりご挨拶いただきます。最初に衆議院議員杉田水脈先生、お願いいたします。皆様改めましてこんにちは。こんにちは。ただいまご紹介いただきました衆議院議員の杉田水脈です。今日は本当にこんなに大勢の皆様にお集まりいただきまして、この沖縄県の祖国復帰52周年靖国集会ということでですね、皆様と一緒にこうやってお祝いができることを私も本当に心から嬉しく思っております。私がこの沖縄にいろいろなことで行かせていただくようになったのは、確か維新の会が分裂して次世代の党になった時ですね。ちょうどしっかりとこの問題にも取り組んでいこうということで、そういうチームが立ち上がりまして、で次世代の党のメンバーで一番最初に、沖縄に行かせていただいたのが、そうですね、もう2014年ですから、ちょうど10年くらい前になるんですね。そうだ、その時確か沖縄の知事選挙やっていらっしゃって、我々もしっかりと推薦を出そうと、ちっちゃな政党だけれども、ちゃんとした政党のように推薦を出そうということで沖縄県庁にもお伺いしたのを覚えております。まあ、その後もことあるごとに沖縄の方には足を運ばせていただきまして、基地反対で座り込んでいる人たちの前でカウンター会社もやったりとかですね、いろんなことをやらせていただいたなというふうに思っておるんですけれども、やはり私沖縄というとですね、どうしてもすごく印象に残っている、思い出すのが一人の女傑、金城輝先生なんですね。彼女は去年95歳で亡くなられてしまったんですけれども、本当に私も直接会っていろんなことを教えていただきました。で彼女は最初本当に普通のお母さんだったんですよね。そこでおかしいと思うことはおかしいっていうふうに言っていたところでですね、どん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 そういう、沖縄の中での大きな力を持っている左翼の人たちと対峙していくことになるんですけれどもですね、最後まで必ず正義は勝つというふうにおっしゃっていらっしゃいますですね、すごい方だったなというふうに思っています。でも実際に会いすると本当に優しくて、あったかい、なんか本当に沖縄の温かさで、みんなを包んでくださるような素晴らしい女性だったなというふうに思って、私もああいう雰囲気をいつか出せるようになればいいなというふうに思っております。でその金城さんのテルさんのようにですね、普通の方でもなぜかそういうふうな形で対立軸みたいな形になって、敵味方になってしまう。今私も政治の世界におりますけれども、どうしてもやっぱり分断分断なんですね。でもやはり今こそ日本が大きくちゃんと一つの、先ほど大きな輪でしたけれども、大きな一つの輪にならないといけないこの時期に、どこに行っても分断分断なんですよ。もう本当に危ないなというふうに感じております。ちょうど私は先週の今頃は台湾におりました。
頼清徳新総統の、就任の記念式典に、参加するためにですね、国会議員31名で、参加をさせていただいて台湾におったんですけれども、帰ってきた途端にもう皆さんもご存知だと思いますが、中国が台湾を包囲して今そのまだ真っ最中であるというような状況にあるんですけれども、これに対して、まあ、台湾有事は日本有事と言われておりますけれども、日本はどうするのか、かなり真剣に腹をくくってもっともっとスピードを上げてこの問題に対峙していかないといけないときに何をやってるんだと、まあ、皆さんそう思っていらっしゃると思います。私言われる方だと思っておりますので、ね、政治家としてしかも政権与党の中におりますから、私言われる方の側だとは思っておるんですけれどもですね、それをしっかりやっていかないといけない。そのためにはやっぱり腹の据わった政治家がどれだけ日本をこれから支えていくのかということになりますので、大きな輪でですね、やっぱり沖縄の中からも皆さんと一緒になって手をつないでこの祖国のことを考えていかなければならないというふうに思っております。この後さまざまなお話があるかと思います。一緒に国連に行った翔さんや優子さんなんかも今日は報告ということで来られておりますけれども、もう私も本当に国連などに行ってその分断の最先端がそこにあるということもよく問題を認識しておりますし、まあ、アイヌの問題で私ぶったたかれておりますけれども、同じようなことが沖縄琉球のことでも起こっております。アイヌの二の舞にしちゃいけないんですよ皆さん。沖縄をアイヌのように使わないといけないんですよ。事前に食い止めて、やっぱり日本は一つという思いでやっていかなければいけない。もう本当に危機はそこに来ておりますのでですね、これからも私もしっかり頑張ってまいりたいと思っておりますので、皆さんどうか力を貸してください。よろしくお願いいたします。山口県に帰らないといけないので2時ぐらいには中途させていただくことになるんですけれども、時間が許す限り皆さんと一緒にお話を聞いてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は続きまして中野区議会議員吉田浩一郎先生、お願いいたします。皆様こんにちは。日本沖縄政策研究フォーラム、この、授業を、主催している団体の理事をしておりまして、中野区議会議員の、吉田浩一郎でございます。本日は草谷住神社の正殿参拝の先輩の皆様、朝早くからどうもありがとうございました。実は私は今日ですね、中野区内では小学校の運動会でございまして、自分が同窓会の副会長がやっている地元の小学校の同窓会に出ないとですね、もう他の関係なさそうな区議会にずらっと並んでいるものですから、行かないとですね、次の選挙が危ないということで、実は現地はですね、ちょっと地元にさせていただきました。皆様いつもありがとうございます。今日はですね、この会、大事な会の、ご挨拶として何を言おうかと、一つ最初に冒頭に申し上げようと思いますのが、アーノルド・トインビーの言葉でございます。歴史のイギリスの歴史学者、歴史哲学家のアーノルド・トインビーの有名な言葉、言われれば、あれと思われると思います。民族の神話歴史を学ば、13歳ぐらいまでに学ばなかった民族は必ず滅んでいると。今、日本と沖縄の状況はそういう状況にあると私は思っています。沖縄県の公式のホームページの歴史の概要を持ってきました。これなんて書いてあるか、一番最初にですね、昔沖縄県は琉球と呼ばれた一つの国でした。1429年庄橋という人物がうんぬんぬん、こっから沖縄県のホームページ始まるんですよ。でそしてその沖縄県の歴史年表、これを見ると、歴史時代605年琉球が初めて中国史に現れる、これが沖縄県の公式の沖縄県の歴史なんですね。違いますよね。まず
沖縄という言葉が最初にあって、沖縄の人は自分たちを沖縄とかウチナーとか呼んでいたと。そして鑑真和尚が日本に沖縄に来た時に、この人たちは自分たちを沖縄と呼んでいる。これが沖縄という言葉について中国大陸でも認識をされ始めた最初なんですね。そもそも琉球という言葉は中国の沿岸の島を表す言葉が、だん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 沖に引っ越していってですね、台湾を表したり沖縄を表したりするというふうになっていた、よその言葉なんですね。ところが沖縄という言葉が日本古来の言葉だと。この沖縄の、歴史の紹介の、我々沖縄の民はそもそも九州から渡ってきたと、ここから始めなきゃいけないですね。でそして、沖縄というのは日本国の不良国だったというふうに書かなきゃいけないんです。日本の文部省、政府も間違っています。日本の政府は例の歴史遺産とかいうやつですね、琉球王国のグスク及び関連遺産なんていう名前を国際的にやってるんですけど、琉球王国になったという国はありません。これは琉球国です。でところが皆さん、ウィキペディアをご覧ください。琉球国と聞くと琉球王国の正式名称、詳しくは琉球王国の項を見てくださいって言われるんですよ。逆じゃない。琉球王国って聞いたら琉球国について後から勝手につけた名前、詳しくは琉球国のページをご覧くださいとしなきゃいけない。全く逆なんですよね。日本政府も間違っている、沖縄県も間違っている。もうはい、そろそろやめろっていう感じなので言えますけれども沖縄は沖縄であって、琉球というのは後からよその国がつけた言葉なんだ。これを今の沖縄県民もなかなか知らない方が多いです。中野は実は沖縄から来られた方がたくさん来られる、区で毎年夏にチャンプルフェスタっていうのをやっていて、沖縄からもたくさん芸者の方が来られるんですね。で中野にもいろんな大学生が芸者団体やってて、そういった人と飲み食いするとですね、いや琉球、僕たちは琉球だと、いや沖縄だよと、琉球っていうのはよそから勝手につけられた名前ですよということも知らないで、本当に日本の一部だと心から認識するでしょうか。我々は歴史を文部省も政府も沖縄県からも奪われている、こういう状況を正して、そして昨日は義烈空挺隊がこの那覇飛行場、北飛行場に突入したその日でございまして、実はちょうどここにおられる方もいるかもしれません。昨日義烈空挺隊の慰霊顕彰の集いをここでやりました。その翌日、復帰15日と絡めてですね、この意義ある、この日に皆様と共にこの沖縄復帰の歴史的な意義、これから我々がどのように歴史を取り戻し、沖縄と日本の発展に力を合わせなければいけないか、皆様方のいろんなお話を伺って共に私もパレードで一生懸命声を上げたいと思っています。本日は本当に皆様ありがとうございます。小一郎先生、ありがとうございました。続きまして、一般社団法人国際歴史動線研究所会長杉原誠志郎様、よろしくお願いいたします。国際歴史動線研究所、この中村さんも今日報告されますけれども、今日報告されますけれども、国際歴史論戦研究定石研究所でして、で玉城知事が沖縄人は先住民族であるとかいうような趣旨の感じ です、ね、変なことを言ってる、国連に行って言ってる、それを打ち消す感じに行かれて大きな成果を。でさてですね、私は新しい歴史教科書作る会の前会長でもありまして、で今はこの出版に入っておりませんが、いわく月のこの前は落とされたんですね。で今回検定報告いたしましたけども、この中に、縄文人の話などが出ております。で科学の発達によってですね、実は日本人の祖先は全て縄文人なんだ
そして本州はまあその後いろいろな人がどんどん入ってきますから、だんだん縄文人の度合いのちょっと弱っていくんですけれども、縄文人の遺伝子を一番持っているのはアイヌ人、アイヌ人欲しいってアイヌですね。で、それからその次が沖縄ね。要するに、我々日本人は日本列島にですね、もう最初の日本人として共通に存在していた、そういうことが書いてあります。それから近代においては、例の有名な琉球処分ですね、これによって、沖縄は全く日本の対等な一部であるということが確認されたことでございます。こういうことで、まあ、そういうことを一番よく書いているのはこの新しい歴史の本の作る会で、この市販本もありますので、まあ、ここでやっていると思います。もう一つですね、私の前に大学に勤めておりました私の女性、道徳教育の専門家ですけどですね、貝塚茂って人が去年の人ですかね、吉田光に作るほどの祖国はアジアという本を出しました。これ例の戦艦大和の最後というのを書いた人ですね。で、この人もここでですね、結局昭和20年ですね、4月7日にですね、3332人の乗り込んでいた戦艦大和がですね、こう、まあ、沈められます。そして生き残ったのは276人、この一人ですね。残った3056人はこちらの靖国で祀られているわけです。で、この大和というものを帰還することはもうね、そういうものは全部持たないで沖縄を助けるためにね、まさに特攻として軍艦としてのところですね。そして見事に作っていた。それでこの本はですね、結局この占領下では本人の書いた通りの本は出せなかったんですね。検定で不合格ね。そうすると検閲で不採択で、検定で不合格って言うんじゃないですか。それで、まあですけれども、まあ、占領時にですね、ちょっとその文章を変える形で出ることは出るんですけど、まあ、でその人のからするとですね、この戦争で死んだ人たちの声を聞こえないふりをして戦争の反省をするのは本当の反省、戦争の反省になるのか、全体的にその死んでいた人たちの声を無視してはならないということで、まあ、書き上げていったわけですね。そしてその人の亡くなったこの生涯、この海津さんというのはこの人の気に入った場所とかですね、この人の生まれ育ったところとかを全部こう検索してですね、非常に要するに今、何と言いますか、今出るべくして出た本です。戦後占領下とか占領が終わった直後では今のような考え方のせめぎ合いがあります。戦争で死んでいった人たちをね、こう無視する考え方と無視するが絶対関係があるんです。今我々の今の若い世代は戦争に関係なくなっております。従いまして、今こそこのそういう風な、ね、圧力が解放された時代ですから、それで今こそ戦艦大和の、なぜ今戦艦大和の時代なのか、そうですね、はい、分かりました。ということで今日の無念豊かな集会になるよ。篠原先生、ありがとうございました。最後にご挨拶いただきますのは、一般社団法人未来理事長、稲嶺積もる様です。皆様ご挨拶いただく前にですね、お手元の袋の中の資料をちょっとお確かめいただきたいんですが、
これからお話しいただきます何名様の障害者支援プロジェクトといったそのチラシ入ってございますでしょうか。ちょっと何名かの方にはこのチラシが行き渡ってないようですので、もし入ってない方いらっしゃいましたら挙手していただけましたらお届けいたします。前の方にちらほら、はい、今のところ3名こちらの、すいません、こちらの皆さんこちら入ってますでしょうか。入ってない方は最後手を挙げておいてください。皆様ご覧いただけましたか。後ろの方にもちょっといらっしゃいます。南です、はい、元様ご挨拶よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ご紹介いただきました一般社団法人未来代表理事をやらせてもらっています南です、元と申します。そして明日の基地を作る検討会議ということで福祉の活動運動を北は岩手仙台、南は別の5チームまで幅広く活動をやらせてもらっています。で今日はですね、祖国52周年ということなんですが、少しその時代とは先に話すことなんですけど、ちなみに私たち福祉事業所はですね、まあ、約一般社団法人は、未来は10年で、障害者雇用に関しては正社員30名のうち16人が障害者雇用で、サービス管理責任者7人のうち4人が障害者雇用で、訪問看護看護師5人のうち3人が障害者雇用、これ 50% 以上超えてます。この日本には例がないです。でさらに殺人及び攻撃元組ボランティアで全部構成させて、まあ失敗もあるんですけど、本当にあとね、もう、まあ、自殺の片付け依頼します。一生懸命やってなのにですね、これなんとかなんとか最高とか医師会とか一生懸命障害雇用すればするほど嫌がる現地でですね、みんなできるんです。しかもこのクリニック医師会、なんであれだけの福祉がうつ病を触るかって、どうだ、誰よって、障害を持っている人たちは、先ほどに生まれて、障害を持っている人たちが雇用したら、本当に嫌がる現地でるんです。ちょっとね、頭に来たことがおかしくなるんで、ゲストの話をしてて。で、普通、我々が見たら、公金を預かる福祉事業所、まあ、所轄に関しては、大体ね、4、5年に1回、監査、実証するんですけど、毎年3回です。厚生労働省も来ます。しばらく、会計、検査員も全部潰していくんです。本当ですよ。これが福祉の現状です。これが分かりにくいですね。で、島にはですね、10年間、一年返金も行政1回もないです。で最後、何が来たかというと、去年、僕が対応する、こんなにでかくですね、不正の根拠もないのに、本当にびっくりするぐらい、何日連続というか、それにマスコミに乗っかって、もう日本中大変なんですよ、沖縄中ですね。相当頭に来て、で、県庁したくなる、社会権どうなの、一人で乗り込んでいって、弁護士からも絶対に人をやるなと言ったんですけど、本当にないので、心の中にも。だから堂々とやったんですね、マスク券全部叩かれて、それでですね、頭に来てです、ちょっと、仲間にちょっと出てこいや、それでですね、一人で全部やられてですね、頭に来て、今日主催者の中間悟さん、で、中間議員もですね、一瞬ですね、3万やろうということでですね、頭に来て、本当にもう、で、2回目、下書きやったんですよ。そしたら結局不正がなかったので、マスコミはですね、私が目を合わせたんですね。そして一緒に冒頭記者会見やってですね、そして皆さんに伝えたのは、総額2億2000万かな、で、この貸し確定してます。弁護士3人つけて、相当払ってですね、それからこのところにちょっとやるんですけど、私が言いたいのは、ちょっと待てや、まず、お日柄の問題じゃないですよ。本当に今日、総統の先生たちの場合で、私、そう緊張もするんですけど、これですね、我々は連載みたいなちっちゃな人間たちでも力を合わせてですね、勝つんですね。でこれは沖縄だけの問題じゃないです。東京も何故かしないけど、みんなマスコミサハリーやられてます。沖縄タイムス、神奈川新聞、東京新聞、僕先生なんか大変だと思うんですけど、もう先生も一緒にもう仲間ですので、力を合わせて一人では何もできないですよ。ただ今日ここに来てる人は
何も素晴らしい人だと思いますよ。ここで来て何も大きいとか利権とか地区も置けないわけですから何もないと思うんですけど、それは明日運ぶってことはこれは大きな力になると思います。なんかちょっと待てないか、はい、何が言いたかったから待ってよそうですね、みんなで力を合わせて、そして住民監査請求、情報開示、これですね、みんなが力を合わせるですね、沖縄だけじゃなくて日本から東京もやろうってことですよ。それじゃ何もできないです。みんな力を合わせたら沖縄、日本がちょっと話題を恐れたんですけど、本当に素晴らしい日本になると思ってます。さらにですね、村田先生とか特に杉田先生なんか、これの私じゃないですよ、なんかブルドーサーとかなんか言ってることですけど、そういう助言作るんですか。そういう力強い人もいますので、先生俺が言ったんですよ、怒られてくださいよ、もう怒られてくださいよ。それたちですね、ちょっと中身議員、ちょっと待ってください。思ってますか。このパターン呼べてたのでまずですね、西郷隆盛さんの言葉、はい、命もいらず、名もいらず、会の金もいらぬ人は始末に困るものなり。この始末に困る人ならでは患難を共にし、国家の大業はなし得られるなり。杉田先生も2年叩かれてますね、あのことで。で、今ありました障害事業、福祉事業っていう稲宮さんも真面目にやればやるほど沖縄の左翼新聞、沖縄タイムズ新聞に叩かれたんです。私も叩かれました。私は議論論争というところ3もない、間もない、議員してもらいますが、チャンネル桜、沖縄にですね、支社がありまして、沖縄の声という番組に出てます。稲宮さんも出ました、中村さんも出ました。僕たち共通点その中で3名とも沖縄タイムスの阿部隆という弁を暴力にした活動家に叩かれました。僕が最初叩かれましたが、金もない力もない泣き寝りそうになってたところを、こういう人です、マットな人です、ぶち切れましてお前もやられたんだろ、一回一緒に勝負しようと、このまま泣き寝りしたら意味ないよと。復帰して日本に祖国に復帰して52年になるのに、今沖縄もボロボロなんですね。それを僕たちは今までの泣き寝すればいいやっていうじゃなくて、これから日本人子供たちにつなげるために戦おうということで、今その流れの話したんです。はい、52年迎えても先人が右を左をじゃなく、思いは祖国日本に戻りたいという沖縄の人々が結果的に血も流さずに復帰したんですよ。お祝いの日なんです。僕はもともと左手でした。沖教祖に洗脳されてましたから。それではなので、はい、今日は本当に15日ですけど52年迎えた祖国復帰をお祝いしたくて来ました。やっと枝の芽に立てありがとうございます。以上です。また遠藤お越しくださいましてありがとうございました。これより本日の記念講演に移ります。本日は一般財団法人日本安全保障フォーラム会長矢野義明様よりお話しいただきます。それでは矢野様お願いいたします。Thank you.
ただいまご紹介を預かりました矢野でございます。本日は沖縄県祖国復帰52周年、本当におめでとうございます。私もこういう春の場でですね、靖国集会で記念講演させていただくということで、大変光栄に存じております。前半ですね、私ちょっともともと安全保障が専門なんですけれども、沖縄の人はですね、先住民であるというとんでもないことを言ってる人がいるんで、私もちょっと昔考古学とか人類学が好きでですね、かじっていた関係もあってですね、それは完全な根拠のない、考え方だということをですね、ちょっとお話ししたいと思います。それから本題入ります。で、沖縄県民こそですね、本当の日本人の源流なんですよ。で、この中で、南方の方からですね、島伝いに上がってきた人たちが約2万年前旧石器時代にですね、おられて、その人が南東側原人と言われて沖縄から発掘されてるんですよね。で、その DNA、ミトコンドリア DNA というんですけど、それをですね解析して、その結果ですね、これは信頼のおける朝日新聞のレザル版でですね、2021年に公表されてるんですが、沖縄県で約2万年前の旧石器時代の遺跡から見つかった湊川人がですね、現代の日本人に遺伝的に直接つながる祖先だった可能性が DNA 解析から分かったと。要するに学問的に裏付けられていて、その後の縄文人の源流はですね、この沖縄からこう北上していった、そして日本列島へ入っていた人たちによって作られたんだということが明確になってます。これはもう紛れもない事実ですね。それからですね、もう一つ重大なことがありまして、約今から7300年前、一説では6300年という説もあるようですけれども、いずれにしても古い時代、縄文時代の早期といいまして非常に古い、その頃にですね、機械カルデラ、今機械が島とありますけれども、この機械カルデラが大爆発を起こしたんですね。でですね、この一番南のところに実はこう沖縄があるんですけれども、ちょっと映ってませんけれども、この機械カルデラというのはですね、実は当時今の富士山ぐらいの山があったっていうんですよね。で、それを吹っ飛ばすほどの大爆発で、ここ1万年では、最大の、世界的に見ても最大の、爆発だったというふうに言われています。で、この時にですね、大量の、火山灰とそれから火砕流が発生してですね、それでここにこう、その積もった灰の深さを変えてますけれども、でもほとんど西日本全土がですね、ちょっと地図が変わって見えにくいんですけれども、見えますかね。この赤い点々で書いてあるのが小笠原になります。で、ここに日本列島があってですね、西日本の大半がですね、20センチ以上 の、 火山灰に埋もれたと、こういう大事件がありました。で、そのおかげでですね、その後約1000年間西日本はほとんど無人地帯になったんです。植物も動物も人もみな死にました。それで、それ以前はですね、ここにこうあるように、この辺が鹿児島ですけれども、鹿児島にもですね、早期の縄文遺跡ってのがあって人がいたんですが、それも壊滅したということで1000年間無人だったんです。で、そういう大事件があったんですが、実はこの沖縄の人というのはですね、その後回復をした九州から南下をしてきた方の子孫であるということ、これもですね、DNA の解析で分かってるんです。ですから、沖縄の人はれっきとした日本人であり、かつ
もともと沖縄の人たちがこの縄文人の源流であり日本人の源流なんだということですね。これが今の最新の科学事実によって実証されているということなんです。で、さらにですね、沖縄の現在の言語とか風習とかこれらもですね、例えば古地深川におい起こせ梅の花あるじなしとて春な忘れそというのがですね、これは菅原道真が太宰府に行くときに、読んだ歌ですけれども、この古地ということが、これは東の風と書くんですけれども、今でも古地んだとかそういう言葉で残ってます。早原という南の風、ハエという言葉も同じように残っていてですね、沖縄の言葉とは日本の古語というか古い時代の言葉、文化、風習をそのまま伝えているわけです。ですからむしろ純粋にそれが残っていると。先ほど縄文人の遺伝子が純粋に残っているというお話ありましたけれども、まさに文化の面でもそれは裏付けられている。つまり私が言いたいのは、先住民説には全く何の根拠もない、妄説であると。誇りを持ってですね、この古い、沖縄の文化を継承発展させていただきたいというのが私の願いです。で、私も西日本の一角の大阪でして、もともと四国なんですが一時全滅した部分なんですけど、ちょっと余談になりましたが、いよいよ本題に入ります。で、私核抑止論が専門でして、それで核という問題についてですね、日本ではもうほとんどタブーになっていて思考停止してるんですよね。で、冷静なその議論がされていないということで、この際ですね、日本にはどんな核向いてるかということをまずお話したいと思います。これは実際の最新のデータに基づく分析なんですけれども、簡単に言いますと、一番、下に書いてますけれども、核の威力はですね500キロトンから5メガトンといいまして、 TNT 化学換算でいうと、500キロトンですから、それの1000倍の本数の TNT 化学相当の威力ということになります。それから5メガトンというと500万トンですね、の TNT の威力ということで、広島に落とされたもののですね、数十倍以上の威力がある。これをですね、中国、北朝鮮、ここはロシアは書いてませんけれども、もう持っております。大体それぐらいの量なんですが、問題は中国と北朝鮮でして、特に中国はですね今どんどん増産してるんです。北も同じなんですけれども、500発ぐらいもすでに持っております。で、その中にはですね20発程度ですけれども、水爆級の、メガトン級の水爆も持っているわけですね。それとですね、彼らは公式には核は戦争しよう、先に使うことはしないとこういうふうに言ってるんですけれども、こと台湾については彼らは内政問題という解釈です。一つの中国ですから台湾は一省に過ぎない。したがってですね、その内政問題で反乱が起こるという、大規模な症状が起こるとかですね、この間来世徳さんが独立を類したことを言ってですね、早速軍事演習をやって圧力を加えてますけれども、そういう独立を宣言した場合とか、それから台湾が核合意をした場合、から外部から介入があった場合、外部というのは日本とかアメリカだったんですが、外部勢力の介入があった場合、そしてもう一体化する可能性がなくなったような場合、そういった場合はですね、武力行使を辞さないということを前から言っております。で、その前にまず核恫喝をかけられる。で、日本も、台湾を支援しようとしたら彼らは容赦なく核恫喝をかけている、こういう形になるということはもう目に見えている。で、沖縄、特に尖閣についてはですね、今でもつい最近領海侵犯がありましたけれども、中国は日常的に海警という、これは警察という名はついているけど、実際は瞬間的にもう軍に変えられる、軍の例外で動くみたいですが、
そういうものが、それ以外にですね、もっと大きな問題は約1000発 の、 あの短距離弾道ミサイルというのがありまして、これがですね、移動式になっているんですね。で、普段は福建省とか台湾の海岸にいます。だけどこれはですね、簡単に移動して、沖縄本島を含めた、南西諸島に、向けることができます。で、今射程1000キロ以上になってきてですね、沖縄本島もこれに狙われています。で、実は日本全土がですね、中国の核ミサイルで約、まあ、いろいろ考え方、あのカウントの仕方あるんですが、約2000発に狙われているんです。それ以外にこの南西諸島は短距離ミサイルで、1000発狙われているというのが実態です。それから北朝鮮についてもですね、最近あの、戦術核について、質量ともに高度化をしているということを、まあ、金正恩が言ってまして、もう現在すでに、まあ、いろいろ見積もりがあるんですが、80から100発ぐらい持っているから。で、彼らははっきり先制核使用も辞さないというふうに言ってます。で、特に日本の攻撃用としてノドンというのがあるんですが、これがですね、射程1300から1500で、日本全土を沖縄も含めて狙うことが可能です。移動式ですね。これが300あります。それからアメリカと中国、ロシアの核戦力バランスの問題、これがあの大変深刻な問題です。実はあの今回のウクライナ戦争でですね、中国とロシアが接近をした、あるいはそうさせてしまったということがあって、現在あのアメリカの認識ではですね、中国とロシアを同時に敵にせざるを得ない、こういう見方をしております。それとですね、中国はどんどん今戦略核兵器の増産をしていてですね、これはアメリカに届くんですけれども、2035年頃になるとですね、約1500発、ほぼ、今のアメリカ、ロシアと同じ数になる。つまりその頃にはですね、もう米中ロの三極の体制に、まあ、少なくとも軍事的にはなってしまう。で、その頃経済がどうなってるかっていうのはあるんですけれども、もし中国が、まあ、今は非常にあの不動産バブルとかですね、経済の脅威に陥ってますけれども、彼らが立て直して、経済をさらに安定的に成長させるとなると、軍事力においてもアメリカを凌駕する。彼らは2049年、建国100年までにですね、アメリカと並ぶ世界一の一流の 軍事大国を作る、軍事強国を作る、こういうふうに今言ってるわけです。で、今後とも経済成長以上の速度でですね、軍事費が伸びるというのは共産党政権下ではもう避けられません。それを覚悟して日本は備えなければならない。でですね、アメリカと中ロというバランスで考えると、アメリカはどのレベルの核戦力においても劣勢になります。どのレベルというのは、一つはですね、大陸間の応酬をする戦略核ですが、射程8000以上ですね。これでは2対1だということはアメリカの専門家言ってるんですが、予備弾頭も含めるとロシアに対してすらですね、ロシア一国に対しても 4.5 対1でアメリカは劣勢です。アメリカはあの対テロ戦争ということで、冷戦崩壊後ですね、核戦力のインフラ整備ということを行ってですね、実験も開発も、生産もやってこなかったんです。その間中国とロシアはずっとやってた。特に中国は著しくその中距離核、戦域核戦力を逃してきたんです。それはなぜかというと、その中距離核戦力の全廃条約というのがありまして、これが1988年から2019年まで有効だったんですが、この間ですね、中国は野放し、しかしアメリカとロシア、まあ、ソ連の合計ですけれども、ロシアが拘束されて、全くこの中距離核は、作れない、開発もできないと、こういう状態だったんですが、その間を縫って中国が一方的に増強したということで、現在でも圧倒的に中国が有利です。これは西太平洋、日本周辺でも変わりません。
戦術核についてはロシアはソ連時代からですね、4万キロの地上国境を守るために必要ということで、大きな砲兵火力と同じという扱いでですね、ずっと重視をしてきました。で、冷戦後もですね、約7000発現在も持ってます。それに対してアメリカはですね、どんどん、まあ、前方に軍が管理する形で戦術核弾頭の横ばいが多いんですけれども、それだと危険だし必要性もないということで、昨年を過ぎてですね、現在は200発しかない。だから9対1の劣勢です。で、予備弾頭も入れるとですね、まあ、ロシアに対して35分の1と甚だなアンバランスになっている。つまり核戦力においてはもう中ロ提携が続く限り、アメリカはとてもかなわない。だからアメリカの核の傘に頼っていても、いざとなると発動できない。アメリカの立場から見ればそんな危ないことはとてもできないということで、核の傘は機能しないということです。これが現実です。あとは、まあ、防衛白書の資料を若干ご紹介します。中国の地上発射の弾道ミサイルの奇数ですけれども、この橙色で書いてる、まあ、ここでは黄色くなってますけど、ここの下の SRBM って書いてるところがですね、これが短距離です。それから真ん中の MRBM と書いてるのが、これが日本等に向いている中距離。それから IRBM、ICBM、まあ、中距離でも長い方が IRBM で、 ICBM というのは大陸間弾道だということなんですが、まず短距離ミサイルがですね、大体半数を占めているわけですが、これがですね、実は台湾、そして沖縄に向いていると、約1000といった感じで、MRBM、準中距離のミサイルが、これがですね、まあ、日本に主として向いているというものです。で、この辺りがですね、2000から2013年の間に急激に数が増えていることがお分かりだと思います。次はミサイルの射程ですけれども、一番内側 の薄い線があるんですが、これが、2150km ということで、これがですね、いわゆる日本、東京や沖縄に向いている準中距離ミサイルの射程です。で、さらに、遠くまで届くのが 2800km PF の、3というのがあるんですが、これはですね、完全に日本を撃ってます。で、すべてこれ、移動式ですね。それからその次に届くのが PF26 というもので、黄色い線で書いてます。これが、グアンまで届きます。で、核と比較両用ですね。で、それ以外のものはもうさらに射程が伸びて、茶色いところを見ていただくと1万1200とか1万3000とありますが、これはもうほぼアメリカ全土に届く、差し違えることができるということです。で、これは22年8月の時のペロシ訪中、失礼、訪台直後に、中国がやったミサイルの打ち込み会議ですね。今回と違ってですね、この時は、まあ、11発撃った中で、5発は日本の EEZ 内に入ってます。EEZ がその青い線ですから、この青い線の中にですね、先島諸島の近海ですけれども、打ち込んでると。これはもう意図的に撃ったとしか思えないですね。日本に対する恫喝でもある。だから必ず恫喝をかけるといったのは、こういう事実があるから、もうすでに彼らはやってるわけですよ。で、これは今回の、大清徳総統のその二つも中国に、まあ、であるというような、まあ、発言をしたことに対する反発ですね。それで早速中国の福建に、を主に展開している東部戦区再生部隊ですけれども、台湾侵攻なんですね、もうすでに軍事演習をやってるわけです。で、この海域はですね、まあ、日本を
今度はまあ挑発しないかもしれないけど、少し外して台湾寄りにする。それとここに金門バスと報告とあるんですが、この間にですね、まあ打ち込む体制をしています。それから高尾ですね、この高尾正面、それと東海岸沿い、ここを重点でやっている。まあ明らかに台湾を孤立化して封鎖するためのまあ能力があるということをですね、誇示しているということです。北朝鮮ですけれども、こんなにたくさんミサイルがあります。でこの中でですね、ノドンというのはここにこうあるんですけれども、この射程1300から1500が日本に向いています。約300キロあると言われています。それからここに、SLBM と書いてるんですけれども、北極星タイプですね。これは固体燃料ロケットでして、潜水艦から発射することができます。で、射程はまあどれぐらいあるかわからないですけども、大体まあ、長く見て1000キロぐらいはあると、言われてるんですが、これをですね、今通常動力型の潜水艦にもすでに配備してるんですね。で発射試験にも成功してます。でこれやられると何が困るかというと、日本の日本海側が全部射程なら入ってしまう。原潜でなくたって北朝鮮の東海岸からこれを発射するとですね、日本に届くということです。ですから防衛の観点から言うと、今までは北海道と南西と半島正面、対馬とこういう正面があったんですが、さらに加えて日本海側全域がですね、危ない。特にここはまあ首都圏ですけれども、佐渡島から首都へ直撃するというような行動がですね、その後もこのミサイルによって可能になったという点でですね、ミサイル防衛システムの展開範囲とか、それから佐渡から首都を直撃する特殊部隊の浸透とか、こういうものに対してもですね、今後対応していかなければならないという状況です。非常に厳しい安全保障環境ですね。悪化する一方ですね。これはもう報道されましたけれども、北朝鮮が ICBM に搭載する水爆と称している物体ですね。これはまあ白紙で出てます、ね。まあ、こういうピーナツ型をしてます。片方に起爆用の原爆を乗せて、その原爆の、X 線とか圧力によってですね、核融合をして、それで水爆を起爆すると、こういう構造になっているわけですね。でこれが北の射程です。でこの中で一番内側にあるのが、射程が1000キロ、短距離ミサイル。それからその次の青いのが1300。黄色いのが1300で、一番外の青いのが1500になっています。でいずれもですね、見ていただくと沖縄が1500キロでかぶってますね。東京が1300でかぶってます。でこれ平常からの平壌からの距離ですから、移動式なので、いずれにしてもですね、短距離ミサイルでも沖縄に届くと。これは中国のミサイルと一緒です。でいずれにしてもここのノドンと言ってます。これが1300から1500あるので、これはみんな日本全土を攻撃できる、こういう状況です、ね。で北朝鮮による核攻撃シナリオについてですね、こういう2020年を想定してですね、2018年に2020年委員会を作って分析したレポートが本になっています。一応小説の形にしてるんですが、結論から言うとですね、第一波の攻撃で日韓で140万人が殺されて500万人以上が負傷する。第二波攻撃でアメリカでは140万人が殺され280万人以上が負傷する。計約300万人が不作間に殺され、約800万人が、救急医療を必要とする絶望的状況で取り残される。この時に使われる核弾頭の数は1日目が43発、日韓ですね。で8発がガムと沖縄、半数が目標から1キロ離れて着弾をした。2日目が12発の ICBM で、これがアメリカに向けて発射されて、約8発が、
着弾をしたと、こういうような想定になっています。まあ、これは専門家がシミュレーションになった結果ですね。でこれがその時の射程なんですけれども、射程の射撃図なんですが、これは実際に北朝鮮がミサイル発射をした時に金正恩の作戦指令室の壁に貼られていた地図を元にしています。で沖縄もですね、この一番南側がグアムなんですけれども、それからこちら側に出ているのはこれがグアムですね。グアム、これが沖縄です。沖縄も狙われている。それから首都圏が一番集中しています。でほとんどが在日米軍基地です。佐世保とか横須賀とか横田とか、北の方は三沢です。唯一市街だけが目標になっています、日本の場合は。まあ、こういう想定である。まあもう結論になりますけれども、国際世論調査でですね、日本はダントツの国防意識世界最低です。国のために戦いますかというアンケートに 13.2% しかイエスと答えてません。世界平均はこれで見ておかれるように大体6割から7割です。皮肉なことに中国独裁国家で 88.6% ですよ。で、わからないという比率も日本が一番高い。つまり日本がいかに国防教育をやっていないか、軍事的常識を欠いているか、世界の中で異常なんだということがこれで明らかです。この意識が変わらない限り、変わりようがありません。現在のこの中朝のミサイル網によってですね、アメリカの空母部隊はもう日本列島に接近できないんです。今でも在日米もいます、在韓米軍もいる。だけどいつでも下がれる体制になってます。ローテーション配備と称してどんどん実動部隊が下がってるんです。で実際にアメリカの戦略はもう前方防衛はやめて後方で機動分散型に変えると。で空母も小型にして数を増やして無人化すると、こういう方向です。海兵隊もですね、戦車を全廃して前方に分散して無人島等に展開をし、そこで情報を取ったりミサイルの誘導したりサイバー戦をやったり、そういうようなことをやる。したがってですね、もう来年は期待できません。特に地上部隊来ないということで、日本は自力防衛をやらなければいけない。でその時にやはり依然として一番焦点なのは南西諸島沖縄です。まとめですけれども、アメリカの核の傘は機能しない。来年も何か、あるいは来ても数ヶ月遅れるだろう。で核恫喝は間違いなくかけてくると。で日本は自力防衛体制を作り核保有する気がある。これしか私はないと思います。それ以外抑止する方法ないんですよね。間に合わないんですよ。戦場戦局は10年かかるんです。特にかかるのは人の育成ですよ。だけど今自衛隊だってこれ世界平均で人口に対して3分の1ですよ。人口比率から世界平均のそれぐらいしか自衛官いないんです。それから一番重要なのはですね、核を持たないと核恫喝を得たら屈するしかないんです。アメリカはどうもしてくれませんから、今言ってもしようがないんですよ。だからもうしかない。要は国民がどういう意識を持つかです。韓国では7割以上が核を保有賛成です。すでに原戦作ってます。日本だってやらないとですね、韓国からも脅されるということになる。日本の源流である、また今でもその国際政治の焦点である沖縄からですね、こういう声を上げていただきたい。でですね、最後に一言言いたいのは、核シェルターを作れば、そして事前疎開をやればですね、核の被害100分の1以下に減ります。世界の常識なんです。だから世界は6割から7割核シェルターを持ってるんですよ、国民使用できる。日本は 0.02% なんです。今やっと政府も少しわけで本格的に核シェルターを作ろうとしています。で与那国町などは核シェルターを作ってくれということで政府に陳情までしているんです。で私はこの一番の問題はですね、沖縄は狭すぎる。
島ですけど狭いんです。だから航空機を展開したり艦艇入れる港航空機がない。大陸側は数百箇所あるんですよ彼ら。だからある意味それで、ね、不利なんです。だから島民の皆さんどう保護するか、第二の沖縄の悲劇をどう繰り返させないか、これは自衛隊も真剣に考えてるんですよ。だから輸送艦なんかも造成しようと作ろうということになってますし、陸上自衛隊が作ってくれて言ってるんですよ、海じゃなくて。それほど事態は深刻です。ですから国民避難、国民保護のこの役割というのもですね、地域の自治体の本来役割なんです。自衛隊もお手伝いしますけど、いかんせん人が少なすぎる、余裕がない。その時に地域の皆さんが首相、知事さんや市町村長さんを動かして、そして各シェルターを作る、で自分たちで国民保護のための体制を取る、これをぜひやっていただきたいというふうに思います。これが最後のお願いです。どうもありがとうございます。